から一言ずつご挨拶いただきたいと思います。まずは横山さんからお願いいたします。はい、本日は9つの窓の舞台挨拶にご来場いただき本当にありがとうございます。漁船の光、主演を務めさせていただきました AKB48 の横山由依です。では田原さんお願いいたします。はい、お電話ありがとうございます。出演させていただきました NGT48 の北原理恵です。本日はよろしくお願いします。宮沢さんお願いいたします。はい、ごめんなさい。はい、回送電車に出演させていただきました SNH48 兼 SK48 の宮沢祭です。今日はお集まりいただきありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ということで、じゃあ次は入山さんお願いいたします。はい、選曲アリーに出演させていただきました AKB48 の入山アンナです。お足元の悪い中お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。続きまして木崎さんお願いいたします。はい、キャンディーに出演させていただきました木崎ゆりやです。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。続きまして中西さんお願いいたします。はい、沙織で主演をさせていただきました中西由依です。今日はありがとうございます。それではボギさんお願いします。はい、赤糸に出演させていただきましたAKB48 の茂木忍です。今日はよろしくお願いします。それでは最後エゴさんお願いいたします。はい、リビューテックに出演させていただきましたエゴユーナです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本作は本日1月30日よりここブリリアショートショートシアターで、スタートを切ったということになりますけれども、今日が記念すべき1日目ということでですね、皆さんこうやって来ていただきましたけれども、それぞれ1日目を迎えてどんなお気持ちですか？じゃあ横山さんから聞いてみましょうか。はい、これは短編映画ということで、自分の作品以外撮影をしている期間のこととかも知らないので、こう一つになったっていう、今日一つになったっていうのがすごく嬉しいですね。ありがとうございます。はい、なんか、はい、大丈夫でした？大丈夫です。ちょっと不安になっちゃいましたね。全然大丈夫です。安心しました。すいません。はい、良かったです。北原さんいかがですか？北原さんは、はい、そうですね、はい、私も、この作品に、関わる前までは短編映画にあまり馴染みがなかったんですけれども、はい、こう撮影に参加させていただいて、こうショートフィルムフェスティバルにも参加させていただいたので、こう短編映画の魅力にすごいハマってしまったんですよ。はい、なので今回見てくださる皆さんにも短編映画の魅力が伝わったらいいなと思っています。ありがとうございます。皆さん、すいません失礼しました。北原さんはショートフィルムフェスティバルの方で、イベントもね、一回やっていただいて、はい、そしてアワードセレモニーにも授賞式にも参加いただいて、レッドカーペットを歩きましたね。歩かせていただきました。ありがとうございます。ぜひ皆さん今度揃ってレッドカーペット登壇いただけたらと思いますけれども、はい、続いて初日迎えて宮沢さんいかがですか？はい、1人10分の、はい、作品になっているんですけれども、作品は10分なんですけれども、撮影時間は本当にみんな約1日かけて撮っていたりとかしていて、スタッフさんも本当に当時は大変だったんじゃないかなと思うので、その気持ちをすごい役に、演じる気持ちとして、はい、いろんな思いを込めて演じたつもりなので、たくさんの方の印象に残る作品になっていればいいなと心から思っております。ありがとうございます。入山さんはいかがですか？はい、10分って短くないですか？いや、映画でとかじゃなくて、普段日常生活として、なんかこう10分ってすごく短いし、意識してないとあっという間に通り過ぎちゃう時間じゃないですか。でもこのなんかこう短編映画を見て、こう10分を大切に過ごしてもらえたらなって思います。壮大な話になっちゃった。でも本当に10分ってすごい短い時間ですので、皆さん何時なしにも過ごしている10分間の中に、実はこの映画のようにすごいストーリーとかすごい展開が、日常生活の中にもね、やっぱあるかとは。それが言いたかったですね。はい、はい、代弁させていただきました。そういった形ですごいストーリーがね、10分間の中に出てくると思うんですけれども、木崎さん、はい、出てきますよね、やっぱね、10分間。そうですね、はい、本当に1本の映画を多分皆さん見に来てると思うんですけど、はい、9本入ってるんで、
もう一度で工藤おいしいっていうすごいことが起きるんですよ、この映画を見ると。だから本当にその1回だけでなく何回も何回も愛される映画になっていったらいいなと思います。まあ、ショートフィルムというのはまあ短い時間の中でいろいろ表現されてますので、まあ一度見ただけではんって思うところももちろんたくさんあるとは思うので、2回見た時にまた違う発見とか、3回目見てあようやくここはこうなってんだなっていう、多分いろいろな思いがあの巡ってくると思いますので、1度2度いや3度4度もう5度でもいいのでね、9度でもいいです、9度見ていただいて、ぜひ皆さん9度足を運んでいただければと思います。